はい、こんにちは。今回なんですけれども、急遽ね動画をね撮影しております。なんとね、突然次のねイベントの発表がありました。次回のねイベントはアイスクリームイベントということです。はい、こちらお知らせタップして一番上にもう出てますよ。これアイスクリームデコピクミンのイベントが間もなく開始ということで、今回ねなんとマージャンピクミンイベントの次の限定ピクミンはアイスクリームピクミンってことですか。アイスか。でもなんかね、実装されたらいいなってずっと言われていたピクミンなだけに、かなりね今回嬉しいとね思った方多かったのではないでしょうか。僕もねすごい嬉しいです。こちらのイベントのポイントをまとめますと、イベント開始日は9月の11日から月末の30日までで、今回実装されるアイスクリームピクミンは7種類、イベントの形式はいつも通りのイベントチャレンジで、プレミアムパス代わりと。で、チケットですね、好きなピクミンと引き換えることができるチケットはイベント後半の最終週のみに販売、この5つになってきます。そしたらね早速解説していくんだけれども、まずはこの日付ですね、9月の11日から9月の30日まで開催されると。で、イベントチャレンジをプレイして金のないやねエキスなどの報酬をね得ることができます。一応初めての方のために紹介しておくと、イベントチャレンジとはここにあるねお題を進めていくイベントになります。お題をクリアするとねルーレットを回せて、当たりを引けたらねないやね課金アイテムなどの様々なアイテムをもらうことができます。またここにねある真ん中の花、これを咲かせるたびにエキスと苗をもらうことができます。で、ここのねちょっと今回マージャンイベントのプレミアムパスなんだけれども、プレミアムパスというものを購入しますと2つの特典を受けることができます。これがプレミアムパスの本体です。あんまこの本体を気にする人はいないと思うんだけれども、プレミアムパスを購入すると、あ、なんかここのちょっと待って、ロードがめちゃくちゃ長いな。まあいや、ちょっと口頭で説明すると、プレミアムパスを購入すると得られる2つの特典、お題のクリアに役立つ季節のエキスがステージを1個クリアするごとにもらえます。これだいたいねステージ1から4全部クリアすると季節の花のエキスが150ぐらいもらえるから、これだけでかなりイベントが進めやすくなります。で、もう1個ですね、こちらのボーナスが非常に重要で、ステージ4、8、12、16、20などステージ4の倍数の最後のステージ、4の4、8の8みたいに最後のステージをクリアすると、自分が欲しいピクミンをね引き換えることができます。それで今回はピクミンがね7種類だけだから、7種類だけかまあいいや、今回ピクミンがまあ7種類だから、大体の方は計算上ですね、ステージ運が良ければステージ8、運が悪くてもステージ12まで進めればほぼほぼ確実にプレミアムパスを持っていればコンプリートができます。つまりまあプレミアムパスは運がね、ルーレットの運だったりこの金の苗の引きが悪かった時にかなりね役立つ、まあ、ある種保険のようなアイテムになっています。ちなみにこのマージャンパイイベントの時は価格が999コインでした。だから絶対にアイスクリームピクミンをコンプしたいよと考えている方はね、こちらのプレミアムパスぜひとも買ってみてください。ちなみにね、レベルが50以上のユーザーでないとこちら購入することができないので、そこも注意してください。それで欲しいピクミンが確定で入手できる方法というものがまあ2つありまして、1つ目が今話したイベントプレミアムパスでステージ4、8、12、16をクリアするか、それか今から話そうとする特別なお題チケット、こちらを購入しても好きなピクミンを確定で引き換えることができます。こちらはマージャンパイピケン、こちらはマージャンパイデコピクミンの特別なチケットなんだけれども、このチケットを購入して、まあ、お題が出てるんだけれども、このお題をクリアした後に好きなピクミンを引き換えることができます。これマージャンパイイベントの場合なんだけれども、価格は699コインとなっております。で、このチケットが販売されるのは9月の25日から10月の2日の間のみになってます。イベントが開始してからこちらは販売されません。イベントが始まって少しね時間が経った後に販売されるので、そこは注意してください。イベント後半になって持っているピクミンのね所持状況を確認して、いないピクミンが1匹とかいた場合にね、そういった場合に購入してみると良いかもしれません。
ただね、もしプレミアムパスを購入するのであれば、こちらのチケットはね、買う必要はないと思います。プレミアムパスがあれば、もうその時点でね、欲しいピクミンを引き換えられる手段を確保できているため、こちらの特別なお題チケットはプレミアムパスをね、買わなかった人向けのアイテムになってくるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、今回のイベント、なんとね、久しぶりにね、ポストカードのデザインが特別なものになります。なんと今回、4種類の特別な柄をね、集めることができるということで、これは非常に楽しみですよね。最近このポスカのデザインが変わる系のイベントなかったから、これはちょっと期待してます。で、あとはね、イベント期間中はアイスクリームデコピクミンは全てのキノコに対するお仕事力がアップ。まあ、これはいつも通りのボーナスです。まあ、結構ね、お仕事力、まあ、今やってる麻雀パイイベントの不思議なキノコよりは上がることはないと思うけれども、まあ、持っていればちょっと強くなるよといったね、まあ、そんな、それぐらいのボーナスなんじゃないかな。で、今回最後の下の方にね、その、イベントチャレンジお助けパックもショップで利用可能でって書かれてるんだけど、これ何のことかというと、もう実は売られてます。はい、ショップタップして、ここにイベントチャレンジお助けパックなるものがあります。はい、これ見ていきます。はい、こんな感じで、イベントチャレンジお助けパックは、イベントで使う季節の花がまとめて売られているパックになってるんだけれども、今回ね、こういったものも販売されています。お知らせはこれで以上なんですけれども、今回のイベント発表をね、ちょっと見た感じ、僕個人的に良いなと思う点と、ここはどうなんだろうとね、思う点2つあるんでね、これをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まずね、1つ目のね、良いと思った点。これは、月またぎがなくなりました。月またぎっていうのはね、どういうことなのかというと、イベントがね、その、9月と10月をまたぐみたいな、8月と9月、どっちもまたぐみたいなね、そういったことがね、なくなるのがね、非常にね、嬉しいですよね。で、この月またぎ、何が問題なのかというと、月をまたぐと、イベントのお題そのものも変わってしまうんですよ。今回の、まあ、イベントチャレンジというものは、季節の花を使ったイベントになります。で、季節の花を使うんだけれども、8月と9月にね、お題で使うね、花の種類が変わるんですよ。で、ステージの進捗状況、ステージ4とか8でね、止めてしまった状態で、その次の月、9月とかになってしまったら、その1枚も花びらを持っていない状態で、持っていない花びらをね、2000枚植えましょうみたいなお題になってしまって、イベントの進行が不可になってしまう、イベント進行ができなくなってしまうというね、そういった問題がありました。だから今回のイベントでその月またぎがなくなるから、かなりね、イベントのチャレンジ回しやすくはなるんじゃないかなと思います。で、9月はね、まあ、アイスイベントで終わりなんだけれども、次の10月ですね、もしかしたら、もう10月、11月、12月はもう、今後はですね、もう1ヶ月イベントにシフトするんじゃないかなと思ってて、まあ僕もそれが望ましいんだけれども、1ヶ月イベントになったら毎回月またぎがなくなるわけだから、非常にね、ゲームが、まあ、遊びやすくなるんじゃないかなと思います。それでね、10月といえばね、やっぱりなんだかんだ言ってハロウィンですよ。もしかしたら10月は丸々ハロウィンイベントなんじゃないかなっていうね、まあそういったね、淡い期待もちょっとしていきたいですよね。で、お次の良いなと思う点は、ミステリーボックスがないことと、あとはキノコを壊す系のイベントがないことです。今回の麻雀パイイベントは、とにかく複雑で、キノコを壊さないと手に入らない麻雀パイピクミンがいることと、イベントチャレンジをやらないと手に入れない麻雀パイピクミンがいるみたいな感じで、もうとにかくその、なんだろう、情報をちゃんと仕入れて整理していないと、その意味がわからないというか、そのコンプリートは到底難しいというね、イベント内容になってて、非常に複雑なんですよね。はい、こちらが九段の不思議なキノコです。このキノコを壊さないと手に入らないピクミンがいるから、そう、こういった感じで、その、キノコを壊す系のイベントはね、毎回ね、結構、なんだろう、こんな感じでね、大変な思いをするというか、まあ、ミステリーボックス、まあ、キノコを壊して、苗がね、毎回手に入るわけじゃなくて、稀に手に入るから、相当数のキノコを壊さないといけないわけで、それがなかなかね、しんどい。かなり課金をしないとコンプができないというね、状況になっちゃうからね、結構辛いんですよね。で、しかも今回はその、ね、キノコをみんながたくさん壊すことを前提として、その、イベントのお題、組まれているから、キノコ破壊要求数がね、非常に多いんですよ。だから、今回はね、結構ね、イベントチャレンジのね、
イベントチャレンジをねぐるぐる回すのはね大変だと感じている人が、まあ、多いんじゃないかなと思います。ただね、次回のイベントではこのキノコを壊すイベントはありません。キノコを壊すイベントがないから、もしかしたらそのキノコを破壊するお題の数自体が減らされる可能性も、まあ、あるんじゃないかなと、まあ、僕はね読んでます。まあ、こればっかりはまだわかんない。ちなみにこの9月のアイスクリームイベントのお題がね発表されるのはイベントの当日になってからです。イベントの当日にならないとお題内容はわからないですね。はい、ここからは僕がね気になっている点をちょっと紹介していきたいんだけれども、まず一つ目は使う花びらのね種類がちょっと今回のイベントまた多すぎるんじゃないかなっていうことと、あとは一部の花びらが異常に手に入りにくい問題というものが起きています。まあ、これどういうことかっていうと、このイベントチャレンジお助けパックなるものが販売されているように、まあ、今回のイベントはまだお題自体はまだ明らかになってないんだけれども、アイスのイベントでここに写っているね花びら、これらを使うことがね確定しています。必ずこれらの花びらを使います。ただね、これらの花びらにはそれぞれその入手難易度があって、なでしこに関しては入手難易度がかなり低い。ウィークリーチャレンジをやってても集まるし、コミュニティでもそもそも控えてます。で、赤色彼岸花に関しても入手難易度が低いです。ウィークリーチャレンジがあるからです。ウィークリーチャレンジをクリアすると赤色の彼岸花がもらえます。で、白彼岸花に関しても若干入手難易度は低めです。これは現在生えている不思議なキノコを壊すとたくさん手に入るからです。で、この黄色彼岸花に関しては現状その入手方法がほとんどなくて、黄色彼岸花はウィークリーチャレンジのクリア報酬にまず含まれてません。で、不思議なキノコを壊してもこの彼岸花出てきません。この黄色彼岸花をね出そうと思ったら黄色いキノコを壊すしかないんですよ、現状では。これがねとにかくしんどい。このしかもね、この黄色彼岸花のためだけに黄色キノコを叩かなくちゃいけないってなるとね、そもそも現在黄色いキノコを壊しても麻雀牌ピクミンイベントのミステリーボックスが出てこないです。ミステリーボックスが出てくるのは不思議なキノコからなんですけどね。だから正直、しかもそもそも黄色いキノコを現状で見つけるのが難しいという問題があります。だからね、やっぱりそのイベントがスタートした段階でほとんど、まあ、去年ピクミンブルームやってた方だったらそんなことないと思うけれども、今年から始めた方にとっては黄色彼岸花だけが全くないみたいな状況でイベントをスタートしなくちゃいけない可能性が高いです。これはね結構考えもんで、場合によってはですね、もう黄色彼岸花をもう買ってしまう、この単品で、まあ、300コインで買ってしまうっていうのも全然ありだと思ってます。まあ、イベントチャレンジを進めててルーレットからね出すみたいな、そういった方法もあるんだけれども、実はそのルーレットの報酬に下方修正が入りまして、はい、こちらです。このねルーレットで当たりを引くと、まあね花びらが15枚、あ、間違えた、エキスが15もらえるんだけれども、実はこれね8月中は15ではなくて30でした。ちょっと待って、これはね半分に減らされちゃいましたね。15枚しかもらえないんですよ。で、リワード2倍にしたら30もらえるみたいな感じで、ちょっとね、そう、今まではかなりこのリワード2倍をすることでね、この黄色彼岸花とかもねかなりその増やすことができたんだけれども、9月になってからこの当たりを引いても15しかもらえなくなってしまったから、このリワード2倍をしてもそんなにエキスが増えない、まあ花びらが増えないんですよ。だからこれも結構考えもので、特定の花だけちょっと入手しづらい状況っていうのは、まあ、どうなのかなと個人的には思いますね。じゃあどうすればいいのかって話なんだけれども、まあ、運よくルーレットから引けた方だったらその黄色彼岸花めちゃくちゃ大事にしてください。それかアイスイベントが始まってから黄色のキノコを壊す、これでもいいんじゃないかなと思いますね。今の麻雀牌イベント期間中は黄色いキノコはあんまり狙わない方がいいんじゃないかな。やっぱり不思議なキノコの方が報酬が美味しい、エキス、そう、入手エキス量が多いし、ミステリーボックスもあるから、個人的にはやっぱり麻雀牌イベント期間中は極力不思議なキノコを壊すことをお勧めします。はい、お次のねちょっと気になる点紹介させていただきたいんだけれども、
今回のアイスピクミンがまさかの工場ピクミンじゃなかったんですよ。工場ピクミンっていうのはいつでも手に入るピクミンみたいな感じの、まあ、ピクミンなんだけれども、実はこのアイスピクミンはね、なぜか限定です。これね、本当にうんと思ったんだよね。正直運営さんからお知らせいただいた段階で、あれ工場ピクミンのお知らせなんじゃないのって思ってたんだけれども、まさかの限定ピクミンで実装されてびっくりしましたね。いや、こういったそのアイスみたいなものってアイス屋さんとかに出るピクミンとかではダメだったのかな、ね、アイス屋さんに行けばアイスピクミンが手に入る、分かりやすいじゃないですか。で、まあ、いつでも手に入るようにしてくれたら、まあ、ありがたいじゃないですか、ドーナツみたいな形で。これなんでダメだったんですかね、なんで限定にしたんだろう、アイスピクミン。なんか麻雀とか、まあそういうピクミンはまあまだそのね、ほらスポットに落とし込めないじゃないですか。その雀荘でしか取れないピクミンとかにしたらめちゃくちゃ難易度高いじゃないですか。で、なんかピクミンブルーム女性ユーザーが多いゲームなのにみんな雀荘に行っちゃうみたいな、まあ、そんなちょっとおかしな感じのゲームになるのはちょっとまずいから、まあ麻雀とかを限定にするのはまだわかる。で、フィンガーボードとかもそのね、お店、フィンガーボードが出るお店にしか出現しないみたいなこともまあ難しいから、まあ限定デコっていうのは特定の場所に行かないとそのゲットできないみたいな、まあ、そういったね条件に落とし込むことが難しいものをね限定にしてるのかと思いきや、今回のアイスは別にアイス屋さんで出せばいいんじゃないのって思ってるからちょっとびっくりしましたね。だから今後もそのなんだろうのアイスピクミンみたいに普通にお店で取れそうなピクミンも限定ピクミンとして組み込まれる可能性はまあ出てきたのかなと思いますね。そして最後にね、こちらも紹介させていただきたいんですけれども、先ほど話した好きなピクミンと引き換えることができるこのチケット、これ値上げされてます。はい、99コインほど値上げされてまして、これしれーっとなんか高くなってるけどなんでですかねまあこんな感じで、そう、サイレントで値上げされてるんだけれども、これね、チケットだけじゃなくて、もしかしてチケットがこんな感じで値上げされたってことは、次回のイベントのそのプレミアムパスですね、こっちもね値上げされる可能性あるんじゃないかなと僕は予想してます。まあ99コインぐらい高くなるのかな、どうなんだろう。まあ、プレミアムパスを値上げせずにこっちを高くしただけだったらまだいいんだけれどもね、プレミアムパスの値上げまずされるとちょっとね痛いなと思ってしまいますよね。てなわけでね、今回はアイスピクミンに関するお知らせさせていただきました。参考になりましたら幸いです。最後まで見てくださったあなたが大好きです。ということで、それじゃありがとうございました。